メンズの使用権を間違って認識していると痛い目に遭いますよ。絶対ダメ。自称日本一コンタクトを愛し、日本一コンタクトを売りたい男、コンタクト社長吉田忠でございます。この動画ではコンタクトレンズのおすすめのブランドやお得な購入方法、意外と知らない雑学など、コンタクトのありとあらゆる情報をレンズアップルの社長であり、コンタクトの達人であるこの私が紹介していこうと思います。今回の授業のテーマはレンズの使用期限です。今日めちゃくちゃこう大事です。絶対に間違っちゃいけません。それぐらい重要なんです。皆さんはレンズに使用期限があるの知っていますか？え、知らなかった？嘘本当？なるほどって思っちゃってたらダメです。今日は私コンタクト先生として非常に真面目に教えます。それぐらい大事です。基本的なことですが、正しい理解が本当に重要ですので、しっかり聞いて役に立ててください。まずレンズの使用期限とは、丸年丸月まで表示されていることが多く、正しい保管方法であればその期限まで安心して使えますよという目安になっているものです。こちらブリスタ、ほとんどの商品には EXP っていうアルファベットを取りまして、使用期限が丸年丸月という形で記載されておりますので、しっかり見ておきましょう。基本的にはですね、どこのメーカー様もこちらの方のブリスターには必ず記載情報が盛り込まれてますので、絶対に見ておいてください。箱よく捨てちゃう方もいらっしゃいますが、こちらの場合ですとこういうところに必ず細かく書いてありますので、実際に、ルールを守って使うことが皆様の目の安心安全に使っていただく目の健康寿命を大事にします。レンズアップルで販売されているものには全て記載されていますので、安心してご利用ください。次に使用期限に関するよくある質問を紹介します。それは開封したレンズにも箱にも書いてある使用期限が適用されるの？わからないっていう質問です。答えはノーです。開封した時点で箱やブリスターに記載されている使用期限はないものとなります。あくまでも使用期限はブリスターの開封前まで。ここ大事なポイントです。テストに出ます。わかりましたか？もう一度言いますよ。保管期限はブリスターの開封前までです。テストに出ますからね。さらに注意点として、適切な場所で保管しているのか。よくね、冷蔵庫に入れちゃうとか、ベッドの脇に置いてるとか、洗面台の上に置いてるとか、いろんな話がありますけれども、それぞれの家によって気温環境は異なります。ですので適切な場所といいますと、室温での保管が最適です。直射日光やこう覆ってしまうような極端な低温は避けましょう。よくあるパターンはスペアレンズをこう持ち歩いて真夏の車に置きっぱなしにするっていうようなのはよくある例なんですけれども、絶対にしてはいけません。こちら意外に多い事例ですので気をつけましょう。詳しい保管方法は各メーカー様の商品には必ずこのような折りたたみで入ってますから、箱の中に添付文書が入っておりますので確認してくださいね。実は先ほどから説明している使用期限以外に、使用期間っていうワードが存在します。皆さん区別つく人いますか？いない、知らない、わかる。期限か期間ね、今日教えちゃいます。使用期間は皆様よくご存知のワンデー、ツーウィーク、マンスリーなどのことでタイプ別で異なり、回数ではなく連続した日数で数えますよ。もう一度言いますね、大事ですので。連続した日数で数えます。2ウィークなら開封してから
14日間マンスリーでしたら、開けてから開封してからですね、最長30日間が使用可能という意味なんですね。ワンデーは1日の間だったら何回も付け外ししても OK ってことではないんです。装用したレンズは一度でも外せば必ず破棄しないといけません。再装用不可というところがワンデーのポイントですから、1日の間に何回も付けたり外したりできるっていうのは違いますよ、いけませんよ。皆さん気をつけるように。さあ今日の授業はここまで。今日の授業を参考に正しいコンタクトレンズの使い方を学んでください。この授業に満足いただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。ダメダメです、ないんです、使ってはいけません、違いますよ。 OK